高齢者の美術作品を広く県民に見てもらい、高齢者の生きがい、活動意欲の向上を図ろうと開かれた徳島県健康福祉祭の美術展。これらはすべて県内に住む59歳以上の方々が趣味で作られたものです。今年は絵画や書、工芸、写真など8つの部門に合わせて86点の作品が集まりました。展示に合わせて行われたのは優秀作品の表彰式。大会役員から各部門の受賞者に賞状が手渡されました。今回出品した方の中での最高齢はなんと100歳。力強い鉱山治さんの作品は書の部門で銀賞にも選ばれています。他にも県内の小学生らが祖父母や地域の高齢者との関わりについて書いた作文、また家族が65歳になった時をテーマにした絵画作品を発表。ぬくもりと活力のある長寿社会を目指し、さまざまな世代が参加するエネルギーに満ちた作品展となりました。